吉田さん、723話、手取り14万のリアル、映像が乱れまして、冒頭の1分ぐらいは見れたんですけども、途中ね、回復するまで2分ほど、シーンとしてましたよ。なんかね、トラブってますね。まあでもね、内容は大体わかりました。100ですよね。YouTube で100再生っていうと大したことないように感じますけども、やっぱりこれをね、セミナーで集客した100人と考えると、よく集めたなと。100再生なら商品はもうね、ある程度売れますよね。私は12人集客して100万円の商品6人に売ったっていうね、思い出があるんで、いや100人来るんだったらそれこそね1000万ぐらい売れるなって気はするんですよ。で実際まあね、売ってこなかったわけでもないですからね。でここには100人の方の100通りの悩みがあると思うんですよ。特にお金に関してです。で多分お金に関して悩んでない人ってあんまりいなくって、お金に関して悩んでない人がいるとしたらね、本当に大富豪なのか、自分のお金が全然関係ないところから無尽蔵にもたらされている、まあ要するに保護者のいるね、子供みたいなとこですかね。なんか小遣いくれって言ったら出てくるとかね、何の苦労もなく飯が出てくるとかね、なんか1年経ったら誕生日が来てプレゼント当たり前にもらえるとか、まあそういったところかなと思います。ただまあ今はね、お父さんお母さんの収入が低いと、そういったものも子供が子供として、ずっとね昭和の時代に受け取ってきたものも受け取れなくなるのかなと思いますし、なんかねこのお金じゃない愛情の伝え方っていうのは、まあ、実はすごく知識とか知恵とかに連動するところがあって、結局子供に向けられる愛情があるならそれをビジネスの中に入れ込んでたくさんの人を喜ばせることができるから、まあ、所得は上がっていくのかなっていうところもまあうなずけないとこはないかなと思うんですよね。で手取り14万のリアル、14万円の人が、まあ、いろんなそれでもねチャレンジをしてきたと思うんですよ。それから素晴らしい経験をしてたと思うんですよ。ただことビジネスの世界になってくると、やっぱりあんまり評価されないみたいなね。それはビジネスのスキルがやっぱなければビジネスの世界ではあんま評価されないですよね。なぜならビジネスの世界でお金を払う人っていうのは一般の消費者であって素人の方が圧倒的に多いわけですよ。だから素人の方が欲しがるものをしっかりと認識してですね、その教科書通りにできたのを褒めてくれるのは、まあ、お互いプロの間だけなんですよね。アクセスを稼ぐために SEO 対策やった、サムネイルが上手にできた、すごいなみたいなね。でもこれは一般消費者にあんまり関係ないことなんですよね。サムネイルがいいから商品買うのかとかね、タイトルがいいから商品が売れるのかってそうではないですからね。だからトレンドみたいな動画で吉谷さん言われたみたいに爆発的に集まった人がじゃあ商品買いますかってことなんですよ。それはあくまでもトレンドに対してアクセスを上げたわけであって、発信者に対してそこに信頼関係を持ってアクセスを捧げたわけじゃないんですよね。じゃあどういうことになるかというと、編集をきっちりしたりとかね、すごく作り込んだ動画、確かにそれは人の心を動かすでしょう。でもそんなものがなくったって取って出しの動画でも人の心を動かすことができる、まあ、それが実力だと私は思うんですよね。もちろん綺麗に仕上げた動画は否定するわけではありません。実力があった上でそういうふうな編集技術とか演出によってさらに多くの気持ちを高めていく、これはまあベストだと思いますけどね。ただやっぱりね、こねくり回していい動画を作る暇があったんだったら一つでも多く伝えるべきことを伝えた方がいいと思いますし、私の場合はそっちですね、どっちかっていうと。もちろん編集をしてプロダクトローンチをかましてね、集客をしたりとかリストインに落とし込んだりとかっていうのもやってきましたし、できますけども、そこに起きるのはその人の心のね、まさにモチベーションなんですよ。人のモチベーションを喚起して自分に、オプトインしてもらったと。そこで集まった人ってのは結局モチベーションに対して集まったんで、モチベーションが下がった時ってまあ幽霊部員になっちゃうんですよね。要するにメールを送っても見ない人になっちゃうわけですよ。で見てないわけですから解除もしないんですよね。見てる人ってのは自分の期待に反した動画を送られてきたら解除しちゃうわけなんですよ。だからね、まあ私も今チャンネル登録1万人以上いますけども、じゃあこの1万人のうちいくらがね実際に生きてるのかなと。例えば3年前に登録した人、5年前に登録した人、8年前に登録した人、
それぞれその時の私の力量と私の興味関心、それから時代の流れによって発信したものは違うんで、じゃあ8年前にね、私のメルマガに登録してくださった方が、じゃあ今令和3年の時代に、そのオリンピックの最中にね、同じ気持ちでいますかってことなんですよね。多分いないでしょう。多分お金の問題を解決して私のメールが必要なくなったか、もしくはお金の問題が解決できなくって諦めて他の手段を取ったかっていうことになりますよね。それから体のエイダっていうものに対して集まってきた人っていうのは、今またね復活の兆しを見せてると思いますけども、その次にね、あの例のやつ、この案件について集まってきた人は、今はね、まあ、私のメッセージっていうのはあんまり必要なくなっているのかなと思います。その他にもアフィリエイトに対して集まってきた人、転売に対して集まってきた人、それこそ持続化給付金に対して集まってきた人、同じ1万人以上の登録者でもいろんな動機、いろんなものを求めて来てくれてますんで、共通の概念がお金っていうことだけなんですよね。でもお金を手に入れる方法、増やす方法、もしくは防衛する方法としても求めてるものがみんな違いますんでね。だから私のメッセージが今はそんなに必要じゃなくなっちゃったみたいなことも起きるんだろうなと思います。でもそれも込みでなんですよ。それも込みで、今関わってる人っていうのは、確かに去年と関わってる人と変わったし、一昨年とも違うでしょうけども、でも目の前に100人がいれば十分ね商売はできますんで、今この瞬間求めてる人のニーズを満たしていくってことは変わらないかなと。そしてニーズを満たすためには、その情報発信ですよね、まさに。私は吉谷さんっていうのは、重いものを持ったりね、遠くに何かを運んだりとか、そういったものでお金をいただいてるわけじゃなくて、あくまでもカメラの場合で情報を提供しているという、この繰り返しなんですよね。ですので私はね、より深く思うんですけども、手取り14万でもし収入に困ってるんだったら、情報発信を惜しみなくするべきだと思うんですよ。でこの前もお話しましたけども、手取り14万の給料明細とかね、実際その14万円をどういうふうに分配して使ってるのか、借金はいくらなのか、返済は間に合ってるのか、14万はいつからなのかとかね、今までの人生で最高の月収はいくらを取ったことがあるのか、こういうことをバンバン喋っていくと、それは人の関心とか、琴線をすごく引くんじゃないかなと思いますよね。ですんで、できることはいつもあると。手取り14万だったら14万円分のカードがありますから、そのカードを使っていくだけなんじゃないかなと思いますよね。じゃあ吉谷さん、明日よろしくお願いします。